こちらのファンの皆さん、こんにちは。こんにちは。最高。みんな最後まで盛り上がりましょう。私たちも万感の思いを込めて送ります。ファン大会最終回です。本当にいつものように私ここで歌を歌って出てきたいんですけれども、お知らせがあります。3月19日でうるせえ奴らのテレビシリーズが終わってしまったことは皆さんもご存知だと思います。4年半前のラムのラブソングでデビューした私にとってもとても寂しいことです。そして皆さんの、はい、何でしょうか、KACキティアニメーションサークル、皆さんご協力ありがとうございました。 KAC、 このキティアニメーションサークル、皆さんももちろんよくご存知の通りに、私にとっても皆さんにとっても大事な大事なサークルです。なぜかというと、うるせえ奴らのファンクラブの代わりに、うるせえ奴らの復活を願いながら、今後キティが制作していく新作のアニメ2本、そして今もう上映中のテレビのシリーズのメゾン一国などなどの情報交換をしていくサークルなんです。ですからこの KAC をみんなで盛り立てて、うるせえ奴らの復活を実現させましょう。皆さんよろしく。それでは KAC の秋の新作の、特報からご覧いただきます。フィルムどうぞ。We'll be right back.
は赤い男です。今度は私のあの扉を開けてという小説はアニメ映画になります。どういうものができるのかまだ全然見てないんで私もわからないんですが、まあ、あの興味があったりとか見てもいいなと思う方はご覧になってください。あのイメージ壊れるから嫌だっていう方はぜひ見ないでください。こちら一国館ですね。私、今日からこのアパートの管理人になりました音無京子と申します。こんにちは、島本すみです。ありがとう。さっきファンの方にいただいたの早速つけてみました。ありがとう。ありがとう。なんかびっくりしちゃうわ。ちょっと私の住人を呼ばせていただきますね。浪人さん、浪人さん。あ、はい。ちょっと待ってください。どうも、総一郎が話してくれなかったんですよ、今。臭い芝居。臭いね。どうも、五代優作の二股一世です。管理人さん、何？かわいい。エプロンかわいいですね。ありがとう。あ、なんか声が中途半端になっちゃった。私クラリスやらアスカやらいろんな声が混じっちゃった。じゃあ僕あれですか、トンちゃんのパパになんなきゃいけないですか。パパなんですか。ヘノヘノモヘジです。ヘノヘノモヘジ。いやでもいいですねそれね。うん、嬉しい。でもここピヨピヨがね、黄色だと本当みたいなのにね。すいません、誰か僕に黄色いやつください。今度プレゼントしてあげてください。バカなこと言ってますけど。ね、すいません、例のやつやってください。ここに浪人さんいっぱいいるでしょう。あれはでもこれを見てからの方がわかるかもしれないな。あ、そうですね、うん、見終わった後にやってもらいますから、あれをということでまだわかんないですからね。それじゃあ、はい、ね、そろそろフィルムの方用意できたと思いますんで、第4話ごゆっくりお楽しみください。